まってまして、そう、いつもなんか特に配信で何もしないから、これゴミ箱じゃないよ、なんかタンスみたいなやつ、そう、どんな髪型しようかな、ボサボサボサ、ラルム、そう、もう最近なんか髪の毛をアレンジしたりし、本を読んだりすることがストレス発散なんですよ。そう、ストレス発散方法、私の、何がいいかな。でもね、なんか難しいやつはね、苦手なんですよ。そう。苦手ちゃんなんです。何にしようかな。夜の11時から髪の毛をやるっていう、編み込みできない、そう、できないんです、私。やっべー、じゃあこれでアレンジして自撮りしたのをインスタグラムに載せますね。みんな見てね。人前でこんなことするの初めてでもないか。巻き巻き。これで自撮りしたらお風呂に入って、なみなんか夜な夜なメイクとか髪の毛やるのがすごい昔から好きで、そう、昔チームエイトが
なんか4人部屋の時があったんですけど、その時ひじりとかと一緒で、なんかいつだったかひじりとめっちゃ夜中にメイクしてラルムとか言ってた記憶がある。そう、なんかメイクが横山と紬で髪がひじりでみたいなことで、撮影が誰だっけ誰かみたいなことしてた気がする。もうみんな知らないかそんなの。髪長くなるとね、女子力って多分ねアップすると思います。なんか嫌でもやんなきゃいけないっていうか、それは本当に思う。なんかやるじゃないですか、髪長いと。鏡を置きたいけど置く場所がない。早く地毛で伸びてほしい。今日は月曜日？やだね。オイルとかつけるときもあるけど、メクステってオイルつけるとあれなんですよ、めっちゃなんか束になっちゃって、ザ・エクステってなっちゃうからつけない。髪の毛を私短くしたくなるんですよ飽き性なんですよね多分。定期的に髪型とか変えないと、それがなんか気分転換になるんですよね。で最近自己分析で思いました。もうしばらくショートはしないと思いますね。なんかショートのちょっと長いくらいの、まあ、ボブまではいかないけど、ボブよりちょっと長いくらいにするかもしれないけど、私的にもね、もう19とかなんで、なんか学生の頃は何かって感じだけど、だったけど、どうしよう、どうしようかな。
どうしよっかね。リクエストありますか？トシちゃんも出てる、かわいい。アカリンさんも出てちょっと待ってね。まずここを溶かそう。シュッシュが欲しい。シュッシュが欲しいよ。パリッパリだ。これ下に取りに行くべき。おじいちゃんいいや、確かに。
と待って、これ立ち上がったら私全身見える？それは困る。今日は海いますけど、でかっ。でかっ。何でかかったんだ。なんかないかな。ちょっと一回じっくり本読もう。埋め込みできないんだもん。難しくない？やってみる？埋め込み。え、編み込みもどきでいいよ。はい。ね。編み込みもどきじゃダメかい？ちょっと鏡じゃないし。いいぞ、いいぞ、入っていいの？みんなに頑張っていたのに、ふわふわ思うような結果出せない時、落ち込む君に僕は何も言い
いてあ、でもあくまで女子ちょっとあちちちちあくまで女子受けを狙っているので、そう、なんか男の人ってこういう髪型嫌いそう、わかります、なんか好きですか、好きなら嬉しいんですけど、まだエクストついてるよ、見てやればいい、もう遅いよ、結構進んじゃったよ、でも今ね、エクステをいつまでつけるかってすごい悩んでて、いいか、めっちゃ適当だけど普通に写真撮るだけなんで適当ですけどね、明日から学園祭、ずるいんご、いいな、学園祭とかちゃんと参加したことない、いずれ腰が、チークはなくて、そう、チーク塗りたいんですけど。
変わった、今日は変えてるかな。発色が良い。これ、これは横山から貰ったパンプレ。ちょっとオレンジっぽい。ティッシュティッシュティッシュ、立ち上がるのめんどくさい。あった、あえてティッシュがあったよ。みんなインスタグラム見てますか？女の子のファンは絶対入れてそうだけど、男の子というか男性ファンの方見てる？あ、腰が痛い。投稿するので見てね。あ、めっちゃピンクにしようかな。ちょっとこれで外出る勇気はないけど、インスタ用って考えたら。え、なんか最近めっちゃ彫り深く見えません？あー、腰が痛い。この変な体勢、壁に向かって変な体勢してるから、すごい。ちゃんと座れてないんですね、今。どこ行くの？だからどこも行かないって。よいしょ。女の子は夜な夜なメイクするんですよ。どこも行かなくても。すごい男の方とか嫌いそうなメイクをしちゃってる。今日好きですよ。今度でもね、今の時代、女の子のファンもつけることも大事ですから。あれ？マスカラがない。どこ行ったっけな。
え、マスカラ本当にない。そんなのくす？もうやだ。ママしおる？あった。ありました。なんかめっちゃ女の子受けしたいときは下のまつげをにマスカラをつけるようにしています。いて、そうするとなんかめっちゃ人形っぽいくなるからどうでもいいですね。エクステですよ。まあくまでもこれは女の子受けしてる、女の子受けやってるのって。これにベレー帽は合わなそう。こういうのとかは笑いのツボ？笑いのツボ？ちょっと待っててもらっていいですか？え、何か怖い怖い怖い。もうなんか携帯が倒れそうで怖いんですよね。うん、これでいいと思います。
してるんですか。アイシャドウはめっちゃ濃いなんかピンクみたいなやつ。でもそんなこだわってないかも。あれ、こっち？そうそう、毎朝のやつ。これかこれ、どっちがいいと思いますか。こっち？赤は？赤いの。単色、え、単色？単色しか来ないじゃん。単色一件ばっか。今何時だろう。もうちょっと唇濃い方がいいです。49分。え、そんな時間早っ。こんな時間なのね。え、やばいね。マジ。いつもと顔が違いすぎて。魔法、まもなく、まもなく魔法が解けます。確かに。12時。今日の顔めっちゃ好き。これはメイクですね。こういうの、こういう髪型とか男のファンの方はどう思ってるんだろう。どうも思ってない。嫌い？嘘つけー。こういうの嫌いでしょ。なんかもっと清楚の方が好きだと思うって思ってた今まで。あー、もう足つる。
受け入れてこそ歌でしょって。ということで、アレンジできました。いった、巻きが足りないかな。今何分？53？ こんなことした。どうですか？超女の子、超女子じゃないですか？笑える。不可共感、不可共産感ですか？どこが？ちょっと待って、映っちゃう。ちょっとどうぞどうぞ。お邪魔します。友達のウニです。待って、映る、本当に映る。大丈夫大丈夫。ねえ待って、絶対紐を引っ張んないでね。遅いから。ねえ、ちょっと踏まないでね、絶対。うん、危ない。この音何？空気清浄機。あ、かわいい。まあまあかわいいですから、私。かわいい、かわいい。頑張ったね。うるさい。いちいちうるさい。びっくり。ウニちゃん、ウニちゃん、ほら、ウニちゃん、ウニちゃんもいい顔して。ウニちゃんもリボンつける。ウニちゃんもリボンつける。どうやってね。こうかな。はい、餌ない。どうぞご勝手に。ちゃん、じゃあランキングを呼びたいと思います。ちょっと待って、ここら辺やばいから。ウニ残してダメね。んーと、うん、来てんじゃん。順位どうやってもいいっけ。じゃあ13位から読みます。
13位ネスカフェさん、12位のりちゃん、11位福パパさん、10位ともさん、9位セカンド DD さん、8位しーちゃんさん、7位鉄アットマーク台湾さん、6位ラリザさん、5位ヨッシーさん、4位アッティさん、3位エリックさん、2位シューロケンさん、1位ナベさんだよさんです。そんな泣かなくてもね、喧嘩臭いのかな、やっぱ地位ウニの尻尾できたね。私も私もということで、今日は髪の毛のアレンジ配信をしました。ラルム意識でした。どんだけ出させたいわけ。でかわいいね。ちょっとやめて、一緒に撮って。あ、ありがとう。海が焼けてする。外人っぽい。確かに今日外人っぽいね。いつもそのメイクすればいい。やだ、かわいい。ひじりメイクみたい。どういうこと。ひじりの目みたい。ふにありがとう。ハロウィンだね。自撮りしてますか。自撮り違う、あの写真撮ってますか。ありがとう。あ、インスタグラムに写真載せるので見せてくだ、見せ、見てください。あと1分。バイバーイ。かわいそうな顔してる。